消火器の確認もよろしくお願いいたしました、はい、アーケードの中などにおよそ40の店舗が並ぶ福岡市中央区の柳橋連合市場では、消防署の職員らが火災を防ぐための注意点などをまとめたチラシを配り、対策の徹底を呼びかけました。また火災が起きた場合の消火活動に備えて、通路の幅の確認や消火栓の点検をしました。この市場ではすべての店が火災報知器を設置していて、火が出たときには警備会社から市場の関係者に速やかに連絡が入る仕組みになっています。また過去には放火による火災も発生したため、20台以上の防犯カメラを設置しています。この市場もやっぱり主にやっぱり古い木造で連なる市場で構成されてますから、まあ一言ではない、防災意識を高めてまずは火災を起こさない、もし万が一起きた場合はもういち早く駆けつけ、まあ初期消火に当たれるようにするということがやっぱり第一かなというふうには考えております。福岡市内では今日11の市場や商店街で啓発活動や点検が行われました。